娘さんを僕にください、お父さん。おめえさ、ダダちゃん言われる筋合いねえぜ。おめえみねえな世間知らずのおぼごはさっさと実家さ帰って自分の部屋でちょどしてろ、このバコだれ。いいですね。いいんですか。面白い東北人ナンバーワンを決めるイベントが25日山形市で開かれました。東北各県の予選を勝ち抜いた8組が出場し、およそ300人の観客を前にダンスやモノマネなどで会場を沸かせました。本県からは2組が出場し、このうち声の振動でグラスを割ろうとする一発芸を披露した熊沢信明さんがグランプリに輝きました。志村けんみたいに泣くヤギ。わーおわーおわーおありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうかね。グランプリですよ。正直どうかしてると思う。そんなことないでしょ。全員一致ですよ。全員一致ですから。とても嬉しいです。ありがとうございます。ねえ、この10万円何に使いましょうか。バカラのグラスを買います。ですね。バカラのグラスね。お笑いコンビココリコの遠藤正蔵さんが総合司会を務め、本県住みます芸人のソラシドも出演し、イベントを盛り上げました。はい、